それからこちらあと何人か、寝坊して今起きた人とかもいるのであと何人かいらっしゃいますけど、光る動物園で、作品を展示してくださってる作家さんと、来年展示しようかなというふうに、騙されて連れてこられた大池な学生さんですね。はい、ということで、じゃあこれから皆さん準備ありがとうございました。テルシさん、肉の紹介を30秒で。鹿とイノシシね、他にもあるんでしょうけれども、見つからなかった。で、イノシシは、鍋と、それから焼肉用に売ってます。じゃあ、酒蒸しの、ホイル焼きと。いうのがそこにありますので、まあ、出来次第削りながらね。ということで、心置きなく皆さん全部食べちゃってください。はい、そう、あとは楽しくやること。やっと食べた。誰が食べるかって問題が発生するんです。ちょっとまだ来ない人たちのために。うちの学生の分はもう食べちゃいましょう。いつもここでお手伝いをしてるんですか？上で教育普及活動の手伝いと、展示場の前でクイズ出したりとか、紙芝居したりとか、コアラになろうっていうコアラの被り物を説明しながら被せたりとか、そういうことをやってます。一番せーの、えい。せーの、えい。よいしょ。18から21です。足はそこにいっぱいある。ありがとうございます。塩が飛んだ。あ、もう大丈夫だ。ここら辺にお菓子があると思うんですけど、まだ中の方はできてないけど外はできてますので。そうそう秋の感じ。動画ですか？動画です。動画ちょっと恥ずかしい。止まっちゃった。お疲れ様でした。中吹きは食べる。いや、春は先生になります。ということで、今日もテレスさん、美味しいお肉ありがとうございます。ありがとうございます。よー。近いな。近いね。あ、ああやって歩くの。ゆっくり。